ティリリティリリティリリ。そんな感じです。住宅街の中にポツンと。うちの車が軽自動車に見えるな、これ。テンパーマー OK。 テンパーウェルカム。テンパーウェルカムです。ロンドンバスのロケーション、そんな感じです。住宅街の中にポツンとロンドンバスが現れます。あまりにも存在感がでかすぎて、この住宅街の中にものすごい違和感すら感じますが、実際にこのバスを改造すれば普通に一軒家並みの広さはあるので、ちゃんと暮らすことができますね、これね。おはよう、小鳥さん。さあ、このロンドンバスホテルを使った場合、トイレは近所の公園の公衆トイレを使うことになります。だいたいバスから歩いて3分150m ぐらいのところにあります。朝6時からブランコで遊ぶ中年女性を見つけました。危険です、逃げましょう。おはようございます、小鳥さん。こんばんは。さあ、こんな感じでロンドンバスの前でご飯を食べてから出発したいと思います。こちらのカーステイスポット推薦があるので、こちらを利用。トイレはこのロンドンバスから約 100m 行ったところにある公園。そしてバスの後ろには自販機があるので、ロンドン自販機です。飲み物はいつでも購入することができます。うちの車が軽自動車に見えるな、これ。すげえバスだぞ。さあ、小鳥さん、青井さん、それでは2階建てバスの中を探検してみましょう。靴脱いでください。はい、こちらから運転席、お部屋に入っていきたいと思います。お邪魔します。素敵な洗面台、冷蔵庫もクラシック。奥へ行ってみてください。そこは何ですか？わあ、ナイス、おしゃれなトイレ。そしてその奥にシャワールーム。すごい素敵なシャワールームですね。はい、そして奥ダイニングとなっております。こちらで休んだり食事をしたり、テレビを見たりね。ゲームもあるね。さあ、では2階建てバスの醍醐味といえばやはり2階。青井さん、行ってみましょう。2階、こちらから2階へ上がっていきます。わー、すごい。わー、すごい。まずフロントシート、ベンチシートが2つあります。そして何よりすごいのが、てってれー、ベッドルームすごい素敵。1,2,3,4 名寝れるようになってますが、まさかこういうレイアウトになってるとは思わなかった。広いリビングとベッドルーム。うわー、すごいね、妻。これはすごい、4人寝れるの。うん、ダブルデッカー、このような2階になっておりますけども、完全ベッドルームだね。すごいね。こんなに広い。俺のハイエースが軽自動車に見えるかね、これね。参っちゃうね。ロンドンバスでした。ここはこのロンドンバス、この中にも泊まれるので、ぜひ、車中泊だけじゃなくてこのバスにも泊まってみたら楽しいと思います。今回もカーステイさせてもらいました。 Thank you カーステイ。そうですね、はい。ハンバーガーの隣。嬉しい。恐縮です。うわ、嬉しい。なんと、オーナーさんが天然パーマステッカーをロンドンバスの窓に貼ってくれました。
タバコ禁止、アルコール禁止、ハンバーガー禁止、天然パーマは OK。 天パーウェルカムです。天パーウェルカムです。ありがとうございました。オーナーさんです。天然パーマの聖地ロンドンバスが嬉しいです。オーナーさんありがとうございました。ありがとうございます。カーステイで予約できるんですか？できますも、はい、カーステイでも予約できますので、よかったらぜひ泊まりに来てください。では僕たちはこれからまた旅の続きに行きたいと思います。ご気をつけて、はい、またお会いしましょう。ぜひ。ありがとうございました。ありがとうございます。よろしく。よし、じゃあまた今日も旅を続けようか。バイバイロンドンバース。さあ今日は5日目、今日のトリップスタートです。まずは海を目指す。やっほー、2両の列車、しかも単線だ。内灘大橋見えてきました。サンセットブリッジだって、かっこいい。さあポイント近づいてまいりました。金沢のサーフポイント、内灘です。わー、海だー、やっほー。到着しました、内灘ポイント。さあ波はどうでしょうか。まあまあですな。では入りましょうか。それでは人生初の石川県の金沢のポイント行っていきたいと思います。ヘバドヘバドヘバド。いってらっしゃい。ザブーマスよし、行け小鳥石川県の千灘ポイント。上げてきちゃって風が入ったので随分悪くなっちゃったけど、入った直後はなかなかいい波が来てまして、何本かいい波乗れました。日本海の夏でこんなに波がサイズ上がってるのはなかなか珍しいって言われたので、俺たちすっげーついてるんだと思います。ビキニちゃんもたくさんいました。このビーチ最高。必ずまた遊びに行きます。またね。内灘ビーチありがとうございました。いい海だった、楽しかったぜ。今日のランチはラーメン、ラララ白湯麺が人気のお店です。行きましょう。よーし、父ちゃんのニボニボラーメン、ニボニボ担々麺。おい、おいしそうだね小鳥。食べます。煮干しが濃い。おいしい。すげえおいしかった。やったぜ。出発だ母ちゃん。ヒビゴー。ではここから今度は福井に向かうぞ。いいか。ヒビゴー。ヒビゴー。現在は北陸道を走っております。金沢から乗って次向かっているのは東尋坊。福井県に入ったぞー。みんな、父ちゃんまたやっちまった。おしゃべりしてたら降りるインターチェンジ通り過ぎちまったよ。遠回りになっちまっただ。ごめん。女形にパーキングです。もうねやばい。気温は多分34度、めちゃくちゃ暑いです。さあじゃあ安全運転で引き続き向かいましょう。 Here we go。 それでは私たちは東尋坊に向かっております。360度田んぼだよ。すげえな。すんごい広大な田園風景。割と
も携帯ばかり。いやほい。ここ、ピーって書いてあるかな。どう？一番ゆっくりでしょ。今一番。なんで？東尋坊来ました。これから行くと行くところはあそこです。この断崖絶壁行くみたいです。これですね、この25メートルの絶壁。早速行ってみますか。東尋坊やってまいりました。ただね、火曜サスペンスで見ていた俺の知ってる東尋坊じゃないんだよな、これ違うのかな、見てる位置が。行ってみましょう。確かにビーチサンダルできたら危険だった。あ、おい、Bさんじゃん、お前なんで靴履いてもらったの。足怪我しても知らないよ。ティリリッティリリッティリリッ。なんか高いところ得意だろうって思ってたのに、いざ立ってみたら足がすくむってこういうことだ。ビビりまくったぜ。東尋坊、本当にここを人が飛び込んだりしてたのかな。こういうところか東尋坊って。とにかく暑い。夏休みだもん。暑いに決まってるよ。尋常じゃない汗。やばい。かき氷を食わないとやばいぐらい私たち今体がほてっております。東尋坊、東尋坊でした。わーすごい綺麗。いいねー、見てサンセット、最高。やっほー、勝山到着。今日のお風呂は水場所、勝山温泉センターでございます。わっ、まさかの休館中。さあ、久々にコインランドリーという重要な時間がやってまいりました。コインランドリーザブーン。ちょうど今日は5日目です。折り返し地点になりますと、まあ洗濯物がねそこそこ出てる。これ毎回トリップに出ると必ず1回ある儀式です。コインランドル。今日のお風呂はあったかランド。あったかランド入ってみましょう。あったかランドすげえ良かったぜ、小鳥。うん、ご飯も美味しかった。今日はご飯もここで済ましちゃいました。ここはね、プールもあるそうですよ、小鳥さん。ナイトプールできるんだよ。さあ、寝床に行くぞ、寝床に。あ、星が綺麗。今夜の寝床はここ道の駅恐竜渓谷勝山。今到着しました。あいつも
乾杯。乾杯、もう5日目ですよ。早いね。はい、5日目。道の駅、恐竜渓谷、勝山。今日の寝床はここに決まりました。はい、なんと、昨日より遅い。いつもうちらの車中泊こんな感じ。明日も楽しみましょう。はーい。ルナーイ。ルナーイ。